本日は私が20年以上好きなグループウインズについてのお話ですウインズは2001年3月にデビューした千葉良平さん立花啓太さん尾形隆一さんの3人組のダンスボーカルグループです現在は隆一さんが2020年に脱退して2人体制になっています 2001年当時は15歳3人ともジャニーズにいても十分通用するルックスでメインボーカルのイタさんは女性のような綺麗なハイトーンボイスで話題にもなりましたデビューした後はレコタイで最優秀新人賞を受賞するなど人気実力ともに衰えることはありませんでしたそして 私が個人的に本当にすごいと思うことはこの2000年代っていう時期は90年代後半のその時期に活躍していたジャニーズジュニアたちがグループを結成して次々とデビューしていった時期と重なっていてそれゆえに出演できる テレビ番組や雑誌がかなり制限されていた。そんな頃だったわけですね。で、今のように自分たちで簡単に SNS で発信するということもできなかったわけです。それなのに、えー、決して潰されることがなかった。これは、あの、 普通にすごいことだと思います。逆に、ライバルたちの方がスキャンダルで自滅していった中で、そういったことは全くウィンズに関してはなく、で、ケイタさんに至っては、あの、今話題のガーシーさんをして、あれだけ真面目で奥さん一筋な男は一般人でもなかなかいないと、 言わしめたほどです。今年はウインズがデビューして早21年。イタさんも良平さんも30代ですが、相変わらずかっこいいままで、変わらずにファンを楽しませてくれています。ウインズの曲は本当に素敵な曲ばかりなので、 ぜひ検索して聞いてほしい。一人でも多くの方に聞いてほしいと。そう思っています。